どうも、ねずっちです。安倍総理が唐突に、小中高全国のね、休校要請を出したということで、結構教育現場は混乱に陥ってるようですね。共働きの家庭とかも大変だと思います。今回のね、このいきなりの要請ですけど、言ってみたらあれだね、微妙な野球の判定と一緒だね。うん、どういうことかって、政府に疑問を持っちゃうってね。ねずっちです。では、また。